おはようございます。すすきの YouTuber たまさまとゆうちゃんです。ちょっとあの車通ってうるさいね。そうですね、ちょっと声張って。今日、そう、はい、今日ね、あの朝からちょっともう昼だけど、もう昼ですね、ちょっと前々からぶーちゃんが企画してた、はい、あれやろうかと思います。そうですね、旭川にみんなで行って楽しんじゃおうツアーです。イエーイ。というわけでね、あのぶーちゃんもともと旭川出身なんで、はい、あの2人で旭川行ってちょっといろんなお店とか、ね、うん、いろんなとこ行って楽しんでこようかなと思います、うん、ちょっと行きたくないとこもあるんだけど、まあちょっとね、まあ、まあでも昔から僕も行ってるとこなんで、まあ、まあそんな別にね、うん、まあ、大丈夫と思うんだけど、うん、とりあえずお塩は持ってきましたけど、うん、ああまあそうですね、うん、まあそれさせていただければ、はい、はい、嬉しい。はい、というわけでね、今日明日とちょっと楽しんでいきましょう、うん、はい、ではこれから旭川に向かって走りますよ。おい、さあ今日は、うん、なんかあんま天気良くないんだよね。ああ、なんか降りそうだけど、まあ、でもギリギリ晴れじゃない、これ旭川は多分降らないと思いますよ。あの、なんだっけ、なんとか祭以外はちょっと五穀神社祭ですか。五穀神社祭、うん、絶対降りますからね、うん、100% 降りますから、あれは。これから旭川に桜子さんを探しに行きます。あ、僕の母校が、うん、そこの桜子さんの舞台ですから、ね、あ、ちょっと見に行きましょうか。あ、ね、前とちょっとね、ちょっとだけこうペッとね、はい、はい、寄ってみよう。よし、楽しみ。はい、というわけで、ね、大ちゃんカムイコタンを終わって、ラーメン屋行って、はい、ラーメンは何だっけ、ラーメンホルモン、うんと、ひまわりです。ひまわりですね、はい、あのホルモンが乗ってる、ね、ラーメン屋さんで、はい、モルメンがね、モルメンっていうね、そうそう、美味しかった。辛うまなね、感じのところからの、まあ旭川といえばこちらですね。大山大山マンマ運転マンマ運転の家にちょっと来ました。はい、高山でございますよ。昭和36というか36年からあるってことかな。この看板を作ったのが多分36年。あ、看板ができたのかな、うん、ちょっとなんかいろいろね、中から外からいろいろ見てきたいんですけど、まあ、はい、ブーちゃんがね、来たことあるということでちょっと案内してもらいながら、はい、いろいろ見たりね、飲んだりしていきたいと思います。はい、もうここの時点で出来上がるんじゃないかなと思ってる。ブーちゃんちょっとね、あのブーブーなんで飲めないんで僕が、はい、はい、行きますんでよろしくどうぞ。じゃあ行きましょうか。はい、まずあの水みたいな、はい、入り口の横でね、こうやって水が出ております。いただきます。うん、あー、なんかすごい透明感がすごいスッと入ってくる感じの。ここの水を汲みに来る人がいますからね。美味しい、美味しいです、うん、普通に美味しい。これお酒作ってるタルス、タル結構でかい。おお、胸ぐらいもね、うん、ね、こうやって写真を撮れるよっていう。あ、シャーッ、あ、なんか中でこうね、こうやって、うん、道具がね、こう並んでます、うん、ここで水が汲めるんですね、うん、うん、こうやって庭園があって、うん、獅子同士さあ、で、これが男山ですね。入っていきましょうか。入っていきましょう。うん、記念撮影用に行きますよ。行きたい、行きたい。待て、我が家の最初の UI ソフトが3階、どこ、どこ、これ。あ、これで残ってる。男山の資料館ですね。無言でね、上がっていく感じね。いや、なんかあの、どうなったの、先にこう、上がりきった方がいいなって。あ、お酒を作ってる、うん、この木の匂いが、資料というか木造のなんか
ね、すごい匂いが。インフォメーション見てたかな、ここで、うん、約8分間の VTR が流れますなんかこういうね、こんだけ色道具を使ってるね、うん、UFO キャッチャーかなドリームキャッチャーかな。これ上にお酒作る工程が書いてありますね、うん、酒米、精米、洗米、新石、蒸し米、麹菌をまく。これが男山です、うん、昔の子ね、みんなふんどしで頑張ってたんで、うん一周しました、うん、あ、今工事中ですので中はあれですけど、あ、今作業してないのかな、うん、作業はね、もうね、ここじゃない建物は、あ、まあ、向かいのやつになってるから、あ、向かいね、うん、あ、これなんかちょっと時代劇とかで見そうね、ガラ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 ってやつ、ベシッ来る、きっと来る、だいたいこういうの出てきたら落ちるフラグ、お酒の樽の一緒だ、あ、ちょっと、あ、ちょっとやらしいのね、どこが、おじいちゃん、おじいちゃん、あ、おじいちゃん、おじいちゃん、ちょっと女子にやらしいことしてるのすごいですなぁ、そしてね、何気にね、ちょっと暑いでしょうね、マッとしてる、これハッピー、ハッピーがちょっとあなたの昔これでお座敷出してたんですね、あこういう感じね、中に炭入れてで、どこかが温めてみたいな、すごい、こんなのあるんだ、今は電子レンジでチンですからねあ、でもこういう方がちょっとなんかね、あったかみのある、うん、さあ、2階、3階がこうやって資料館になっております。じゃあ次は1回で、あ、というわけでお土産何買おうかなT シャツ、ドルにこれ置きます、あ、サル、お金に金が入っています、ね、旅行ですから間に合うかなテンポでまあまあ使えますよ、ね、提出しまーす、コシュ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 、はい、あ、今こちらも冬のお店なんでないんですよね、うまい、超甘くチーズ、超甘くチーズになってもやばいやつ、甘い、ふわっとしてる、香りが立つ感じね、なんかあんまり、なんだよ、あの、本当に辛口みたいな、こう、なんてくる感じじゃなくて、ふわってくる感じ、まあ、こんな感じで、ここで CM もできます、うん、でもちょっとやっぱ、味はやっぱり濃いめの、うんうん、しっかり、なんか味わえる甘口、うん、あー、うめすいませんね、お先にいるんじゃねえ、ごめんね今夜ちょっとね、いいんですよ、今夜いいですよ、三六回ではい、というわけで、ね、結構買いました、結構買い込みましたな、うん、T シャツとお酒、まあ、タルとちっちゃい、ね、タルとあと今日飲みを買いましたんで楽しみたいと思います。いや、なんか絶対ね一回来た方がいいと思うんでね、なんかいろんなお酒テイスティングできるんで、うんうん、ちょっと混んでるんであんまりねたくさんはやってないんですけど、うん、どれも辛口も超甘口もなんか幅広くね、うん、美味しいと思うんでね、ぜひ来てみてください、はい、というわけでまあ2軒目、男山酒造でした。またこの後も、この後もまたちょっとね、いろいろ行ってみたいと思います、はい、今夜は飲みまくりなんでねでは皆さん、お楽しみに。さあ、ということで、街中に着きました。あ、ブーちゃんのご紹介でね、はい、ちょっといろいろ回ってみたいと思います、はい、これからちょっと何店舗か回りたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、お願いしますハハ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 ハ
ドキュメントブーちゃん。エアハウスを探すの。ユニバーサルビルってなんか見たの？ユニバーサルビル？いやあそこのなんかさっきなんだっけ Google さんで見たときに、あれ別に。こういうビルじゃない？まだ時間あるからプラプラ行く順番、うん、場所確認。はい、というわけで、2軒目か、はい、になります。はい、ブーちゃんのね、おしゃれのお店ということで、はい、ブーちゃんから紹介していただきます。はい、よろしくお願いします。僕が旭川で飲み始めたきっかけのお店です。おー、すごい、だからもう、ルーツですね。そうですね、うん、ずっとお世話になってる、旭川の時にね、見てからもうずっとお世話になってるお店さんでございます。本当に、はい、ちょっとみんなで飲んでるんですけど、ちょっと、はい、じゃあここの一押しのママを紹介したいと思いますよ。はい、はい、ママでございます。はい、ママさんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そしたらこのお店はどういうお店なのかちょっと紹介してもらっていいですか？はい、客商家というお店なんですけど、はい、一軒ドアを開けると二つに分かれてまして、語り部と歌り部という二つの店に分かれてます。うん、歌り部はカラオケのあるお部屋で、うん、はい、あと語り部はカラオケを置いてない、うん、ジャズが流れるお話をゆっくりできる、うん、大人の雰囲気のお店です。うん、はい、はいはい、僕も1回だけ 参加というか見せてもらった時があるんですけども、はい、歌り部でなんかイベントやってますよね。あ、語り部かもか、語り部の方でイベントをやってますよね。毎月第1日曜日基本なんですけど、はい、アコースティックギターのライブをやってます。うん、おー、素晴らしいですね。本当にね、飲みながら聴きながら本当にね、うん、気持ちよく飲める感じの、うん、結構ね、まあ年は上なんですけど60代の方、男性2人でやってるんですけど、うん、非常に心和むライブです。うん、生音でこう心地いい音を、ね、聞きながらこう、ね、う飲んでるとさらに美味しく感じますかね。そうです、うん、あとあれですよ、生で歌うこともできます。あ、素晴らしいですね。もうやっぱり、ね、カラオケとは違った気持ちよさがあるんで、そうですね、はい、ハモってくれるからね、うん、余計気持ちいい、うん、あ、もうそれは最高ですね。最高ですよ、はいはい、もう今日一日が入れないのはちょっと悔やまれますけど、ね、日曜日に来てなかったですね。また今度来る機会があればぜひね、うん、そういうのを、ね、やってみたいですね。うん、はいはい、というお店が、はい、ここの楽勝家、楽しく笑う花で楽勝家でございます。実はママもう1店舗持ってます。もう1店舗の方もちょっと、はい、もう1店舗は夢かという夢の花と書くお店で、はい、そこは今年の3月27日にオープンしたんですけど、多分札幌にはあるのかしら、旭川ではない初めてのお店で、ノースモーキングスナック、こういう飲食店の、うんうん、こういうスナックとしては多分ない、うん、初めてかな、うん、ノースモーキングスナック夢かっていうお店をオープンしました。うんうん、それか、まあ、タバコを吸えないっていうか、そう、タバコは一切ダメ、うん、でカラオケもない、うん、BGM はこう画面も出てくる、うんうん、ジャズをお願いします。うんうんうん、大人の雰囲気、シックな感じで、うんうん、増えてますもんね、そういう中でね、タバコ吸わない店も、はい、で、まあ、タバコ吸いたいけどそこにも行きたい方のために楽勝家の扉を開けると、うん、喫煙席があります。うん、まあ、そこをね、作ってみたいな、はい、うん、でそこでタバコ吸っていただいて、うん、また戻っていただくと、うんうん、そういうような感じにしてます。うん、どちらでも行けるっていう感じですね。はい、そうですね、はい、本当にね、あのシックに飲める感じのお店もあり、うん、カラオケで盛り上がった人は歌り部の方に来て、うん、で喋りたいなと思ったら、まあ、その語り部の方とか、うん、そっちの新しい店舗の方に行ってっていう話でございますね。幅広く楽しめる、うん、本当に、うん、そのワンフロアなんですよ、ここ。あ、ワンフロア全部今ママがこうお店をね仕切ってるって感じなんで、本当に、うん、たま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 ではできない
いやですね、もう、はい、ということで、はい、ちょっと紹介もさせていただいたので、ちょっと乾杯、はい、じゃあしようかなと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、どうも乾杯、はい、どうぞ、乾杯、ありがとうございます。ぜひ、皆さん来てください。はい、ありがとうございます、はい、ゆっくり飲めるんで、みんなちょっとここで飲んでってくださいな、ということで、次のお店、はい、行きたいと思いますんで、はい、次のお店にレッツゴー。はい、というわけで旭川3軒目来ましたね。飲みましたな。飲みましたね。そしてアニソンバー A ハウスさんに来ましたよ。ここは外国人の個人的推しの店なんで。はい、今ね、そのオーナーのエースさんと、ナポリちゃん。ナポリ。はい。ありがとうございます。はい。こちらの店はどういう店ですか。ちょっとね、オーナーさんの方からご紹介お願いします。アニソンとボーカロイドと、はい、複雑をコンセプトにした、はい、コンセプトバトルになってます。はい、なんか今回もね、なんか楽しませていただきましたけど、アニソンとかボーカロとかいろいろね、そういう感じで楽しめると思うんでね。はい、ナポリちゃんもこう頑張ってこう、タンバリンもね、タンバリンス頑張ります。もうやりたいとしてやっていただきますのでね。ぜひぜひ。なんかあんまり旭川にこういう店って多分ないですね。そうですね。うん、なんかなのですごい目立ってると思うんですけど。はい、すごいうちに。はい。今のうちにみたいな。そうですね。感じで、はい。まあ、みんな盛り上がっていただいて、今日もね、なんか来た時もカウンター満席ぐらいの感じに来てたんでね、うん。女の子も可愛い子いっぱいいるので、はい、ぜひぜひね、盛り上がりに来てほしいと思うんですけども、はい。僕もね、なんか酔っ払ってだいぶ口が回らなかったんですけど。もうね、緊張してニヤニヤしてます。何かしてますね。個人的には好きな方法、ちょっとね、ジョジョの一カメがあるんでね、はい、アニメトークで盛り上がるもよし、歌ってね、盛り上がるもよしで、はい、ぜひぜひ皆さん来てくださいということで、お待ちしてます、はい、お待ちします、よろしくお願いします。今度ちゃんと紹介します。はい、というわけで本日4軒目、桜屋さんに来ます。はい、はい、僕がね、昔お世話になった、はい、おばさま、はい、同い年の、いろいろ楽しいお店でございます。はい、すみません、お店の方に紹介の方お願いします。はい、はい、ニューハーフのショップ部で、ニューハーフもいて、お鍋さんもいて、あと様子のおかしい子もいて、はい、楽しくやってます。はい、なので皆さんぜひ遊びに来てください。ショータイムもありますんでね。はい、木日以外はショータイムもありますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。星のカクテルです。カクテル酔ってる恋してる、ブイブイ。はい、ということで、はい、本日、はい、ラスト締めですね。締めですね。まあ、飲みましたよ、うちらも。飲んだね。結局5店舗こっちも回って、まあ、1店舗一番最初はね、うん、取らなかったんですけど、そうですね、回らせてもらいましたよ。うん、僕のゆかりのある旭川で、もうね、そうですね、はい、僕もね、締めがこの店で良かったと思います。はい、ゆったりゆったり最後はちょっと飲ませていただきました、はい、ということで、うん、はい、そうですね、はい、こちらにいらっしゃいますのが、はい、ここのバーのマスターでございます。どうも、はじめまして。あ、どうもです。北海道ですね、旭川市、はい、のチンペビル6階のバーガレージ、はい、っていうところですね。はい、はい、の、まあ、もう弟みたいな感じなんですけど。ああ、すごい、はい、うん、直のあの高校の時の先輩です。ああ、だいぶ遠いけど、そこなの。で、僕がニコ生を始めるきっかけになった人です、うん、ね、うん、そう。でもあんぽんはね、覚えてないんですよね。そうなんですね、うん、すぐ記憶なくすから、この人。逆に言うと、でも、秋葉さんがいなかったら俺は会えなかった部分もある。いや、そこは、うん、うん、そうですね、間違いなく、うん、この撮影の段になってそれに気づくっていう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ドルドル TV があるのも秋葉さんのおかげだっていうことで、本当にね、もうぜひ行かさせていただきます、ね、ありがとうむしろ、放送にも移りたいと思います。ああ、よろしくお願いします。逆に、うん、最近あんまり放送できてないから、リスナーさんがね、ほんと減っちゃって減っちゃってね、固定リスナーさんが、ね、うちら的にはもう YouTube の方に移行しちゃってるからね、うん、ニコ生あんまりなんですけど、うん、
まあ、初めて聞いてびっくりしましたけどね、まさかの YouTuber になってるっていう本当に結果ね、配信者というよりは、うん、札幌の動きのそっち系は全部秋尾さんに報告してますからね。本当ですよね、ある程度は、うん、本当に意外と Facebook で見たりとかしてるんですけどね。お会いするのは初めてですけど、なんかいろいろね、知っていただいてありがたいですね。逆に、うん、あの動画を見させていただいて、はい、で、ちょっと動画で見てる人なんで、はいはい、ちょっと感動はしますよね。テレビで見たりとか本人だと思って。ありがとうございます。その横には毎回俺も映ってるんだ。大丈夫、見飽きた。こんな酔っ払ってグデグデになってきた俺すいません。そんな中で、ね、わざわざもう来ていただきどうもありがとうございます。普段もうちょっとちゃんとしてるんですいません。もう朝日から楽しすぎましたけどね、はい、今日はちょっとだいぶ飲んだんでね、うちらもね、そう、奇跡的なね、巡り合わせがいっぱいありまして、はいはい、ということで、本日のうちらの、飲むコースは全部ここで終了となりますので、はい、そうですね、はい、これからちょっとご飯買って、はい、ホテルで飯食って、うん、明日に備えて寝ましょう。そうですね、明日もまだね、行くとこあるんでね。まだ明日ちょっと行くとこがあるんで。そうそう、ね、ほんとね、秋葉さんの中でもうちょっと逆に長く飲みたかったけど。俺はでもこれだけ言っても多分もう次の杯飲んでる時に多分もう寝ちゃうのこれ、うん。うん、寝落ちするだけだからもう、ただ無駄に寝落ちするだけ、うん、迷惑かけるだけだからもうね。ちょうどいいかなということで、そうそう、はい、この撮影を持ってちょっとあれですけどね、本日の撮影は全終了となりますので、うん、はい、はい、お付き合いいただいた三六の皆さん、はい、本当にありがとうございました、はい、ということで、はい、はい、ここで一旦締めたいと思います、はい、では、はい、おやすみなさーい。おやすみなさーい。お嬢さん、ありがとうございました。ありがとうございます。うん。さあ、飲みましたよ、うちらも。そんなブーちゃん怒ってね。もうね、俺もね、だいぶ視界がぼやっとしてんだよね。じゃあ、ローソンに。帰って寝るだけです、うん、横になったらもうすぐ寝れるもん。食って寝たらもう、ペッてね。なっちゃうね。俺なるかな、それに。わかんない。なんか。寝れなさそうな気がする。あの、ブーちゃんね、起きてたらまた秋尾さんの店に戻ります。いや、絶対戻んない。絶対戻んない。俺一人で行ったっけ。絶対飲ませるからな、ね、今日。本当ということで、皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。またね。今回してる。おはようございます。俺は冷房をちょっとかけちゃったもんだから、なんか布団入るとちょっと暑いんだけど、脱いだらちょっと寒いみたいな、なんかよくわかんない。ちょっとなんか微妙な気温になってる。旭川ずっとこんな感じ。そう、これからお菓子屋さんに行ってお土産を買ってきます。それでは皆様、皆様、まあ、あの高速でワイパーが取れました。びっくりした。はい、サンクロードさんでお土産買って、車両つなが壁に来ましたよ。はい、うん、僕の、うん、小学校の時の、うん、河合体操教室っていう体操教室やってて、おそこの先生がいます、うんうん、お、マジでなんかおしゃれな壁にね。まあただ今日いるかどうかは分かんないけど、よし、行ってみましょう。うん、ちょうどオープン直後だね。食っていきましょうか。行きましょう。じゃあいただきます。いただきます。楽しみ。はい、というわけで食ってきましたね、八海。あー、美味しかった。だからね、ブーちゃんが言うだけあってね、おすすめのところ全部当たりですわ。よかったです、うん、よかったです。あの、僕はピッキンの辛味噌いただきましたけど、うん、まあ、ピリ辛でね、ちょうどいい辛さで、うん、食べれたし、なんかあの細麺がやっぱり旭川はね、うん、うん、なんか札幌でもあるけどそんなないから、なんか結構、うん、札幌でね、うん、この麺を探すのはちょっと難しいかもしれない、うん、美味しかった、うんうん、これが旭川の主流ですから。そうですね、うんうん、まあとりあえずあの僕も夜の営業があるので、そうですね、これからちょっとみんなで札幌に、ね、そう、まあ、ちょっとね、ちょうど昼過ぎぐらいですけど、そうですね、これから札幌帰って寝て営業しようと思います。旭川、はい、楽しかったね。よかったですね。もうね、あのね、ダメージと疲労を隠せない感じなんですよね。うん、もうね、すごいところがあったからね。うん、そうそう、なんかあの、あとまあ
展望台とかね、なんかいろんな見るとこも多分たくさんあるんだけど、うん、まあそれは間違いということで、うん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 、またゆっくり行きたいですね、うん、旭川、うん、今日はこれ以上行くと僕も危ないんで帰りましょう帰りましょう。じゃあなんか旭川の皆さんと、まあ、ネプチャね、ありがとうございましたということで、ありがとうございました、はい、本当に。じゃあゆっくりね、あの安全運転で帰りましょう。はいそれでは皆さんまた見てね、登録よろしく。Thank you.